天満屋ストア、SB 食品、ハッピーウェブ料理教室、コクうま中華スープ。スープを作って具を入れるだけ、あっという間にできるワンランク上の簡単美味しいスープです。コクうま中華スープの方を作っていきます。野菜を切ります。ニラは2センチのざく切り、長ネギは小口切りにします。ニラもネギも香りが強く火の通りが早いのでスープにおすすめです。鍋に水を沸かしてニラ、長ネギを入れます。火が通ったらリキンキ鶏丸ごとガラスープ、リキンキオイスターソースを入れます。オイスターソースを入れることで鶏ガラスープのあっさりとしたベースに深いコクと旨味を加えてとても美味しくなるんですよ。卵を溶きほぐして流し入れ、ひと煮立ちしたら火を止めます。器に注ぎ SB ブラックペッパー粗挽きを振ります。ブラックペッパーの香りと粗挽きならではのパンチがスープのアクセントになります。美味しいスープの完成です。これおすすめ、リキンキオイスターソース。新鮮な牡蠣のエキスをたっぷり使い、伝統製法で作り上げた本物の味。深いコクと濃厚な牡蠣の風味は和洋中問わずお料理を美味しく仕上げます。キーワードは